こんにちは、あふみです。本日はですね、ロザリーを使ってですね、今月のチャレ中に挑戦していきたいと思います。はい、こちら、ハイビスカスですね。実は一回もうクリアしてて、結構楽だったんで、紹介したいっていう意味での挑戦というかね、紹介なんですけども、パーティーがこんな感じです。結構サブに関しては何でもいいというか、とりあえず無効貫通火力が出れば大丈夫なダンジョンだったので、まあマグニードとかね入れていただいてっていう感じですね。一応紹介していくと、ハイビスカスに、リーチェの武器でバインドと封印をアシストしております。まあここは別にリダチェン体制じゃなくて遅延でも大丈夫です。で、サブは超転生ホルスで、ここはねストレンジを使って平ストしていきたいので、軽いターンのホルスを使っております。で、マグニートは無効貫通薬。無効貫通薬はね必ず必要なんですけど、上限解放してないマグニートなんですけど、これでも全然いけました。はい、アシストはロキの武器で、学園ロキの武器で、またこれもね変質としていきたいと思います。で、超転生芝は毒耐性と、スキル4ですねっていうことで、入れております。スキルは特に使わないんですけども、エスカトンジャッジメントをつけてドロッキョウですね。で、超転生フレイは、暗闇持てるのと、最初2ターン変質とここでもできますねっていうことで入れております。フレンドさんのハイビスカスが、なんだっけこれ、マグニートの武器で、バインドとちょっとチーム HP を持っている感じです。これ結構チャレ中にしては簡単なんじゃないかな。今月どうだろう、簡単なような気がするような、ロザリンが強すぎるのか、この説はある。まず第一段階変身していきまして、で、ホルスのスティーブン・ストレンジでヘイスト、はい。で、シークレットコード、シークレットレコードを打ちまして、そしたら超転生フレイで、さらにヘイストをかけます。そしたらあと4なんでね、まあいけるでしょう、こんぐらいだったら。で、無効貫通分があるときはもうこのまま突破しちゃっていいと思うんですけど、ちょっとないんでね。あ、無効貫通じゃなかった、全然無効貫通じゃなかったんで、そのまま火にコンボしてもらえば抜けるかなと思います。さあ、強敵カストル。カストルはルーレットですね。ルーレットは、マグニートを帰ってくるんで、そこでもう使っちゃっていいと思うんですけど、まだあと2ターンぐらいあるかな。帰ってくるまで。で、ここはさっき言った通り、ちょっと無効貫通分を待ちますかね。ああ、来ないね。もしかしたら別にその、シワとかね、スキルを使うわけじゃないんで、本当に。もうちょっと軽い火の変換のやつとかでもいいかもしれない。そしたら、ちょっと楽かもね。マグニート帰ってきたんで、ちょっと、ルーレットをね、使います。いやー、ちょっと火目覚めの割には火があんまり降ってきていない気が。あ、いいんじゃない？このターンでいけそうですね。そして変身もできる。最強だ。もうこっからもう何にも難しいことないっすよ。あー、無効貫通が難しい。はい。あー、はい。オッケー。落としてる。落としてる。はい。抜けました。3回は何だったかな。あ、OK。ここは消せないですが、いつも通り3ターンを適当にやり過ごします。
たら、まあ、ロザリンでも使って突破していこうかな。めっちゃ多いな、ドロップがな。こんな感じで塞いで、これで落ちてる。ちょっと回復もうちょっと欲しかったけどね。まあでも7コンボ以下吸収なんで OK。 めちゃめちゃカンストしてます。エスカトンジャッジメントが溜まった。いらないけど。はい、ここ毒目覚め大生ですけど、シバとフレイ両方ついてる。まあ、フレイついてたやつそのまんまっていうだけなんですけどね。まずはさっきまで裏マロをずっとやってて全然勝てなかったんですけど、そのせいかすごい指が疲れている。さあ、アヌビス先生9コンボ吸収ですが、これはもうコンボ加算なんでね。コンボ加算といえばマーベルもありますけど、マーベルだと結構無効貫通しづらいから76じゃないし、この点では全然ロザリンとかの方が楽かなって思いますな。そうですな。あ、スティーブンストレンジが溜まっている。ここも別に火があると思うんで使ってもろて、エスカトンジャッジメントも使っちゃうもんね。無駄にストレンジ使ってめっちゃ火を増やしていく。いきまーす。いや、こういう時のさ、分割の仕方が本当にわかりません。まあこんなもんでいいか。これはさすがにカンストでしょ。やったー。楽ですわ、これは。めっちゃ楽じゃない？ということで、チャレ中をハイビスカスで攻略でしたけども、まあ大事な点で言ったら、まあルーレット書き換えがあったらいいなっていうのと、毒目覚め耐性を積むのと、まあ、なるべく早く変身できるようにヘイストを積むぐらいかな。そんなに他に厄介な点はないと思うので、いろいろ多分ね、サブのパターンはあります。それぞれのボックスに合わせていただければ、なぁと思います。で、ちなみに、チャレ中2つあるんですけど、今月。私がやったのは、下の方のチャレンジレベル10、落ち込んなしの方ですね。はい。間違えても、文句は受け付けませんので、よろしくお願いします。ということで、なんとなく、友情ガチャで、スパの絵が出ることを願って、キッチクーン。お、ダイヤがいっぱい。スパノエ、スパノエ、はい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 。